皆さんこんにちは、僕です。今回はですね、ドラゴンクエストライバルズ実況始めていくんですけども、ちょっと寝起きでね、声がおかしかったら申し訳ない。いや、いつもおかしいやろうと思ってる方はさらにごめんなさい。今回はククール使っていこうかなと思います。はい。で、懐かしの反転ククールですよね。前の環境だとタラットフォーチュンとかで、その前の環境だとソロククールとか、OTK 環境もしくは占い氷塊環境だったんで、まあ反転ククールが輝く時代ではなかったんですよね。はい。で、今回タロットフォーチュンとか、氷塊ゼシカがナーフされて、ある程度、バランスが保たれた環境になったわけですよね。はい。なので反転ククールが結構戦えるんじゃないかということで、今回は反転ククール使っていきます。はい。反転プラス養殖要素があるという感じですよね。で、アグロが結構増えてきてるみたいなんですよ。やっぱり環境がまだ定まってないということで、アグロでいろんな試行錯誤をしているプレイヤーたちを狩り尽くしてやろうっていうね、悪い子たちが出てくるわけですよ。賢いんやけどね。そういう相手には結構反転ククールは戦いやすいのかなと思います。はい。で、遅めのデッキ、例えばエイトピサロとか、もういないかな、占いミネアとかいるのかな、どうだろう。その辺の遅いデッキに対しても反転からベホマー打ち込んだり、グレイナルを、いっぱい増やして、タンバリン OTK 狙ったりとか、OTK ではないな、一気にね大ダメージを与えたりとかね、そういうプレイができるのでなかなか戦いやすいんじゃないかなという感じですよね。はい。ということで、こちらでランクマッチやっていくんですけど、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。さあ、対戦やっていきましょう。ここを引いてお相手トルネコですね。トルネコ多いっすよ。やっぱり8トルネコがすげえ強いんで、おーっと強い。これは強い。じゃあこれ一旦メロトーから行って、オードラキー展開する流れでいきましょうかね。はい。ククールテンション貯めても別に腐ることが多いんで、これは真っ先にロトの血を引くもの。はい。えい。あ、そうそう、あの演出カットができるようになったんですよね。英雄カードとか、オルゴデミーラとかのズームインするような演出が、画面ポチッと押すとカットできるようになったんですよ。はい。で、コメント欄とかでも結構カットしていただけると嬉しいですみたいなコメントが来とったんですよね。ただ僕個人の意見としては、動画映えを狙って演出はカットしない形でいこうかなと思っていて、で、時間を要求されるプレイングに対しては演出カットをバンバンかけていこうかなとは思うんですよね。はい。なので基本的にはカットしない流れでいかしていただきます。はい。力、でも戦うが刺さりそうですね。戦うが刺さりますね。はい。ちょんと、どうでもいいか。はい。エンド。いやー、オードラキー連打はさすがに強いと思う。しかもオールドゴーデミーラと天使の守りもあると、なかなかいい手札ですね。あとは反転からの癒しの雨とかを、いつでも打てるよっていう状況にしておきたいですよね。仲間との出会い、命、めんどくさいな。魔性。はい。エンド。いやー、シーゴーレムがすげえ打点を削られていく。盤面のユニット取られたね。2体ぐらい吸われたな。でも簡単に言ったらフローラ
言葉がなんかすごい出なかったけど、フローラ、フローラ、うわー強い強い、おい、これは強い、さすがに強い、ウラレレンダは強すぎ。で次のターン、オルゴデミイラ天使の守りってしたいですね、はい。さあトルネコに対して盤面優位を保っているという感じやね。アロドック、ほんでいやー BGM 最高です。5の BGM は最高。まあ、5もね、実況とかやりたいなとは思うんやけど、やっぱりね、端末がいかんせん難しいですよね。5ってプレ4でできないですもんね。なのでちょっと困ったなっていう感じですが。俺のターンだ。こいつをくれ。フェイス。フェイス、オルゴデミラ、はい、天使の守り、エンド。まあ封印の呪霊とかあったらちょっと困るけどね。すべてが終わる。私のターンですね。痛み分け、はい。鉄球魔人ゼロコストで出せんのすごくね。手札に冒険者6体おるってこと？それまあまあやばいねんけど。豪商のそろばん、殴っちゃうと負けですもんね、オルゴデミイラに。え、負けじゃねそれ。あら、あれそれぴったし負けになるぞ。はい、どうするかな。まあ勝ちですね、はい。 OK、 対戦ありがとうございました。実にお強い、参りました。さあ対戦やっていきましょう。ミラーですね、ここを引いていく。まあこれ全特化かな、はい。いやー微妙、微妙やな。ブラッドレディぐらいしかいいの来ないな。まあミラーやったら早急にグレイナル出してバンバン復活してそれを押し付けてっていう展開が強いと思うんで、俺のターンだ。あまり よろしくない、はい。テンションアップ。さあ何ククール、8ククールですね。ってことは、復活軸かな。うん、復活軸っぽいですね。ほい、ドン、エンド。さあ、まあ、骨コウモリとかライノソルジャーとかその辺を復活する、まあ僕が紹介したデッキみたいな構成じゃないかなと思いますね、はい。反転要素入ってるんやったらロトの方が多分絶対いいと思うんで、うん、はい。さあさあ、まあブラッドレディもエロスも引っ張ってこれてるっていうのは非常にでかいかな。非常に強い。テンションアップ。ユニット引けてないやろ自分ユニット引けてないやろ、うん、天使の守りはいらないな。癒しの波動、まあテンションスキル発動する意味ないんですけどね、うん。まあ一応無駄なく開けときましょうか、はい。エロスは温存します。エロス、なるほど。行こうか。うおー、激アツ。
激アツ。これは熱い。あっちちちちち。あっち。熱っ。やけどする。これは熱い。いやでも相手から先出されるとちょっと困る。困る。困る。ただCゴーレムいるんで。まあって感じかな。いやー困るなそれは。まあでも相手はそういうデッキなんでね。はい、エンド。いやー先行の特権を使われたっていう感じかな。ただまあ反転から癒しとかも打てるし、ブラッドレディもあるし、細かい打点は出せそうですね。さあ竜戦士の遭遇。エロスが邪魔なんだよな。エロスがなかったら魔将軍もポーンって置いて相手結構苦しいみたいな、そういう状況を作れると思うんやけど、いやもうめんどくせえマジで。マジでめんどくせえよ。はい、いやどうする。こっちも天使の守りつけたかったけどな。癒しの波動回すんかこれ。回す？回さんかったら正直美味しい。うん、正直美味しい。え？回復するぜ。なるほど。さあ、行こうか。そしたら。で。どうしようかな。おい、パンチ除去で天使の守り除去。天使の守り、まあテンションもったいないけど、どっちにしろ竜装をつけてないんで、まあいいかな。はい、エンド。ここでテンション回す必要も特にないんで。俺のターンだ。で次のターンから魔将軍もベホマー、まあ冥界の霧ベホマーって動けるんで、まあ、復活してもって感じかな。精霊の矢強い。癒しの波動回復するぜ。はい、さあそしてどうする。いやー復活対決か。お前それはねえわ。いやそりゃない、マジでめんどくせえなそれ。さあどうする。いやーめんどくさいですね。これ反転ベホマ使うしかないかな。いや反転癒し王女救出でいっか。はい、回復するぜ。はい、はい、でテンション上げてで除去。はい、エンド。それはめんどくさいな。いやでしたか。まあ入っててもおかしくないカードですもんね。精霊の矢、いやつえ。ベビーパン、ミッションアップで復活と。いやーどうする、どうする。
死ぬほどめんどくせえな。俺のターンだ。うん、冥界の霧か。まあ、とりあえず竜装具装備見せてやるよ。ファイト、テンションアップ。竜王一戦。うん、えい。うー、悩むわ。これどうするか。王じゃない、ちょっと押し付けていくか。頑張って処理でエンドかな。はい、グレイナル。いやー、こっからはちょっと難しい対決になってきますね。うん、相手が結婚しちゃうともうゲームオーバー感はあるな。エロス、マトックス、いや強っ。いやー、きつい。回復するぞ。いやー、きついなー。俺のターン。どうしようかな。天使の守り意味なし。まあ反転ベホマかな。はい。ベホマ。とりあえずカード回さないことには始まんないですね。ウルノーガはでかいぞ。ウルノーガはすげえでかい。はい。エンド。ウルノーガに天使の守りつけてあげんのもすげえ強いかも。封印入ってないと思うんでね。てかないよな、ククールは。フェイス。エンド、これはでかいそのエンドはでかすぎ。ウルノーガ、はい、テンションアップ。天使の守り、エンド。天使の守り。さあ、このウルノーガをどうする。さあ、行こうか。このウルノーガどうする。アンルシアはまあね、別にいいかな。効果が発動するんで。これでも食らいなさい。でい、アンルシア入ってるんや、珍しいな。エビルマスター、エビルマスターってことは、まあ、オルゴデミールあたりかな。テンションアップ。パンチ、まあそのパンチは別に構わない、あまり関係ない。はい、ベホマ。じゃあチョンってしてベリアルかな。はい、もうね、パワーカードを押し付けていくしかないですね。回復、はい、2枚ドロー。いやー強い。はい、さあ復活、グレイヌル。いや、ウルノーガのおかげでちょっと潤ってきた。うん、癒しの飴は使わないかな。使うか。いやー、これ悩むな。いや、使います。はい、はい、カード引いてオルゴ。いやー、いい。エンド。さあ、どうするかな。徹底的に相手の盤面除去しちゃえば苦しいと思うんでね。まあ、ザラキがあったとしてもせいにゃ、これは癒しの雨キープが正解でしたね。まあ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 。うわー、地獄、地獄、地の獄。いや、デスタやめようぜ、マジで。マジでデスタやめよう。
何かの手違いでテンションスキル回してくれ。いやあ、行こうか。大だらき。とりあえず除去。うん、いやーこれベホマ使うと手札ギリギリやな。パンパンになっちゃいますね。ベホマ、ベホマリーサルもないもんね。はい、そろそろデッキが尽きちまう、はい、ホイミ強っ、ホイミ強っ、強すぎ。あー手札溢れる、手札溢れる。いやどうする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 、考えろ考えろ。ウィングタイガー、はい、除去。うん、うわブラルも強。ホイミ、ホイミ、ホイミテンションアップ。いやー悪くない悪くないけどデッキがやばい、デッキがやばい。思った以上にカード引いちゃった。エンド。さあどうするか。いやウルノーが苦しいでしょうね相手は。はい、セーニャもとりあえず除去できた。はい、精霊の矢手札パンパン。はいはい、手札がいっぱいだ。いやー手札なくなったか手札なくなったか、びっくり仰天ですねこれ。手札なくなる、テンションスキル回せないぞ。出す前に回すべきでしたね。はい、無礼になる。パワースナイプ？なんや。第二形態。時間も少なくなってきたし。いやー反転からの火力はなくなっちゃったね。行こうか。二点。いやーこれも地味に効いてくるぞ。けど倒すしかないんですよね。倒すしかない。倒して倒してまたカード引いて食らって、はい、ウィングタイガーテンションアップ。あーオードラキー出しちゃうと溢れちゃうんで、はい回復するぜ。さあ復活。はい、エロスはキープかな。いや出してもいいな、出すか。うん溢れちゃうけど。いやーこれはすげえ長い戦いやな。長い戦いやけど結構いい勝負。ウルノーガが勝敗を分けてるね。どうすっか。攻撃カード引いていく。4点ダメージ痛すぎ。ほんでエロス第2形態かな、第3か、第3形態次5点クラウンか。カード引いたらやばすぎやろ。はい4411。少なくなってきたしさっさと終わらせるか。癒しの風、ダメージ受けるだけやぞ。OK いやあれか、太陽形態並べたいって感じ。
マッドックス全裂全裂、うわーそれはちょっときついわ、それしちゃうときついあと14点削れれそうやけどね、5点ダメージ、これはしゃーない。そしたら、いや多分リーサル取れますね、はい、ぶつけて復活でしょ、復活、いやー長い戦いやったなマジで。5、おいおい、 OK、 これでリーサルかな。いやーなかなか白熱した戦いでしたね、デッキ切れになっちゃったよ、はい、OK、 ギリギリでした、対戦ありがとうございました。やれやれ、俺が負けるなんて。皆さんお疲れ様でした。今回ですね、反転と養殖を組み合わせたククール使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあやっぱり安定感はありますよね、うん、まあ、グレイナル復活さえすれば手札がちょっと薄くなったとしても、まあ、全然盤面で戦っていけるし、やっぱりウルノーガが強いですねでミラーになると、まあ反転置いたもん勝ちとか、もうグレイナル出したもん勝ちみたいなところがあるので、まあ、そこはもう自分の右腕、まあ、左腕を光らすしかないかなっていう気がしますね、うん、ただまあ序盤からオードラキーもいるし、ブラッドレディ、シーゴーレム、ウィングタイガー、オルゴデミーラみたいな感じでね、まあ、マナカーブもなかなか綺麗んで、結構戦っていけるんじゃないかなと思います。はい、まあ、アグロ相手だともっと簡単に勝てると思います。うん、ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを、バイバイ。